日向坂情報をまとめました。ひなパレ継続が確定。7月から日時がお引越しに、火曜日深夜1時29分からに乃木坂スター誕生の後になります。新たに判明した4期のエピソード濃すぎると話題に。ヒラホーギガ無制限の今の時代に速度制限がかかり、よくフリー Wi-Fi を探している。そしてパルやハルハルに対して束縛系の10目の女と判明。さらにヒラホーの家は遊びに行く場合事前予約制と判明。理由は部屋が片付いてないから。ヒラリン一人で焼き鳥に行く。リナ氏の中学卒業祝いに寿司を誘う。打ち上げにカウンターの寿司屋を提案する。疲れるとドド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 ダダ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 と叫び出す。スミレ曰く嘘つき。これにお日様たちはキラリンこんなキャラ恋のか WW4 期が覚醒してきた。キラリンち面白すぎる。焼き鳥屋と寿司屋身振りで聞きに行くわ。などの反応が。ミブちゃん踊る大捜査線プロジェクトの10月11日公開プロジェクト室井慎治破れざる者と11月15日公開の室井慎治生き続ける者への出演が判明。おたけ後輩について話していました。3期特に3期生には私も救われた部分がたくさんあります。3期生はコロナ禍に加入してくれたので3期生だけのイベントができなかったりと辛かった時期もあると思うんです。それでもめげないで本当に本当にずっと全力で頑張っているところが私は大好きです。そんな4人を見て私も頑張ろうと背中を押してもらっていました。3期生は最強の4人が集まっているので今までの気持ちをずっとなくさずにそのままずっとずっと輝いていてほしい。また4期生が入ってきてくれたからグループも新たな一歩を踏み出すことができて熱い思いで夢に向かって頑張っています。先輩たちが持ってないものを持っている新しい風たちだと思いますし4期生単独の番組もできてこれからも活躍が楽しみです。日向坂46をいい方向に連れて行ってくれるのは4期生だと思います。2期生のみんなは1期さんがいたからとリスペクトを持ってくれているんですけども2期生が入ってくれたおかげで今があると言っても過言ではないくらいに存在の大きさに助けられてきました。2期生は努力の人たち。先輩後輩関係なくやってほしいなと思います。2期生のことは同期のような感覚なので今も十分強いですが力強くたくましく日向坂46を引っ張っていってほしいです。とかく期について話した。